ドニバネガラシ、または、サンジャンピエド・ポル・ドニバネガラシは、フランス、ヌーベル・イコール・アキテーヌ地域圏、ピレネアトランティック圏のコミューン。サンジャンピエド・ポーと表記されることもある。以下の文では短縮して、サンジャンと記す。2016年より、フランスの最も美しい村に加盟した。サンジャンピエド・ポル・シタデルから見下ろした街並み巡礼路で、あることを示す。 ホタテの衣装コミューン内では、ロイバル川など三つの河川が合流して、ニーブ川となる。かつては、フランス領バスクのバスナバール地方の政治、行政の中心であった。バスク語での地名ドニバネガラシとは、ガラシの西洋羽を意味する。サンジャンの名が初めて記されたのは、古代ローマの旅行記ティネラリウムアントニニアウグスティにおいてである。年に、 アルアンダルスの地理学者イドリースイーは、サンジャンは丘の上に立つ美しい都市であると記している。かつてこの地には、ローマ街道が通っていた。12世紀、サンジャンは新たに町として建設された。200年後に、ナバラ王カルロス2世は、私の王国の鍵と述べている。超最初の建物は、12世紀に、ニーブ川の鳥でそばに建てられたサントウラリー、教会である。 1191年の記録には、街を見下ろす丘の上に、メンディグレン城が建っていたとある。城の足元に、ナバラオ三丁七世は13世紀初頭に城壁を築いた。城壁には、ゴシック様式の扉が備わっており、現在も見ることができる。1329年、フェリペ三世が街に、フォラルト検証を授けた。 城壁に囲まれた町の中では、毎年数回開かれるし、そして市場が置かれ、重要な商売の中心地となっていった。また、パンプローナへと向かうサンティアゴでコンポステーラの巡礼者たちが必ず足を止める宿場町でもあった。ナバラの歴代の王たちは15世紀までしばしばここを訪れた。 教会大分裂時代の1383年から1388年、サンジャンには、アビニオンの対立教皇ウルバムスが任命した司教が着任し、同じ時期には、バイオンヌに、ローマのウルバムス6世が命じた司教が着任していた。1512年、アラゴン王フェルナンド2世がナバラを合法的に併合し、ナバラ女王、カタリナ夫妻は、ベアルンへ逃れた。 ヒレネー山脈を越えたスペイン軍は1512年8月にサンジャンを占領した。9月よりフランス軍はナバラ王フアン3世がスペインへ反撃し、ナバラを再征服するのを許した。サンジャンは2カ国の対立の重要な争点となった。1512年11月、2万人の大軍でフアン3世はサンジャンを包囲したが攻略に失敗した。 駐屯地には1000人から1800人の兵士がおり、サンジャンの町はアラゴン王に忠誠を誓った。1516年にフアン三世はサンジャンを攻略するが要塞のダッシュに失敗した。フアン三世は同年6月17日にポーで死んだ。1521年5月12日、フアン三世のコエンリケ二世がフランス軍と同盟して再び、 サンジャンを包囲し、5月15日に、町と城を落とした。しかし6月30日のノアインの戦いで敗退したため、アルバコーがサンジャンを再征服した。3週間に及ぶ、占領後、サンジャンの中屯地は崩壊した。南フランス侵攻の際、1522年に、スペイン軍はサンジャンの中屯地から退避している。1530年、 スペイン王カルロス一世にして神聖ローマ皇帝カール五世は維持に金がかかりすぎることからサンジャンの城を壊し町を元ナバラ王家であるフォワイコールアルブ家に明け渡した元のナバラ王国の北部分はバスナバールと呼ばれスペイン領となった南半分はアルタナバラと呼ばれるようになったその後ナバラ王アンリ三世がフランス王アンリ四世となると その子孫である、ブルボンアサの歴代フランス王が、ナバラ王を兼ねるようになった。ユグノー戦争中、サンジャンでは、ユグノーとカトリック教徒の対立が起こった。1567年にジャンヌ・ダルブレが、バスナバールでのカトリック信仰を禁止したため、カトリック同盟が1567年9月に、組織され1568年3月に暴動を起こしたのである。 カトリック教徒が逃げ込んでいたサンジャンは1570年にユグノー同盟のガブリエル・ドロルジュが占領した。サンジャンにあった2カ所の教会は放火された。カトリック同盟が再び放棄するとまだ少年であったアンリ・サンセイ・ドブルボンがカトリック同盟軍を退け彼らをスペインへ追いやった。 1789年3月のサンジャンでのナバラ国会議において、ナバラはフランス国内に存在しない州とみなされ、三部会へ議員を送ることを拒否された。しかし、同年6月の会議で4人の議員が選ばれ、派遣されることになった。委任された者たちは非常に厳格にナバラの特権を順位主しようとした。しかしそれは無駄に終わった。 1789年8月4日、特権が廃止されたのである。バスネバールは、北にある2つのフランス領バスクの地方とともに、ベアルンに併合されバスピレネー県として再編された。また、革命政府は、革命精神を表す名称に変えることをコミューンに、命じた。キリスト教の聖人にちなむ名であった、サンジャンは、ニーブイコールフランシュと改名した。 1793年に国民公開とスペインが戦争を始めると、ニーブ・フランシュは、フランス側の防衛の拠点となった。1813年、スールト将軍率いるフランス軍は、ウェリントン将軍指揮下のイギリス軍が包囲するパンプローナに物資を送ろうと、サンジャンから反撃を試みた。この攻撃は、失敗に終わり、国境を越えて、フランスに、 スペイン軍が侵攻し、サンジャンは、フランシスコエスポス将軍指揮下の軍に占領された。1889年、サンジャンに鉄道が開通した。しかし、19世紀から20世紀にかけての人口減少の傾向は止められなかった。参照もと、1962年から1999年までは、複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 INSEE。サンジャンは、バスク山間部の観光中心地である。巡礼者が多く訪れるため、貸部屋ありの看板を掲げる建物もある。ありがとうございます。